皆さんこんにちは。こんにちは。さあ始まりましたシリーズ、デジタル認識が世界を変える。能さん、今日は第1弾のデジタル認識技術はなぜ世界を変えるのかについて話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。先生、これはですね、かなり時間がかかりそうな内容になってますけれども、ね、ちょっとセミナーのようではなく、はい、ポイントだけお話しいただくことできますか？はい、ポイントだけ、はい、はい。そもそもデジタル認識技術とは何なんでしょうか？はい、短めにお願いしますね。ね、はい、どうですか、塩見さん。精神になったことあります？精神になったことですか？精神は美化しか生きることはできないんだよ、美化が、ね、あの精神がドーンって、どうですか？おお、人間すごいですね。すごいと思いません？精神から、そうだろう、人間に。私、尻尾があったんだよ、昔そう言われれば私もあったような気がします。そうでしょ、はい、そうなの。だから尻尾があって、コモ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 した精神がドーンとね、100年に、ね、生きる人間にとんでもない変化だと思いません？そう思うと、そうですよ、私たちすごいですね。認識技術はね、これがね、精神に見えちゃう。これが精神。そうそうそう、連続二段階ビッグバンが起きる。精神から人間、人間からバダーン、新自由のビッグバンが起きる。これがね、デジタル認識技術。すごい変化でしょ。すごいですね。そうなんです。だって精子の時に人間になるなんて、よもやイメージできませんけど、よもや、よもや、今の私たちからはまさかイメージもできないぐらいの新人類っていうことですよね。そうそうです。人間じゃない、もうどう見てもね、ね、見えるんですよ。ね、このこのね、ちっちゃいなんかね、はい、それでそのぐらい心が大きくなっちゃう。大きく、うん、心が大きくなっちゃうし、仕組みがしっかり見えてしまう。だからホモ・サピエンスは7万年前にね、自分たちは動物じゃないって、動物の天使神はね、動物とそんなに違いがなかったでしょ、でそれでね、存在が動く全て言語をね、オンパターンの言語を開発して、自分たちは動物じゃないんだ、それで名前もホモ・サピエンス、賢い人間って、我々はホモ・サピエンスじゃないんだ。ホモ・サピエンスはコモコモコモの精神、ね、で見えちゃう。ドドーンって名前はね、まあホモ・ゼウス。ホモ・ゼウス。うん、ゼウスっていうのは神の中でも一番強い神。その一番強い神を道具で使う。ね、そう、それが人間の尊厳。じゃじゃーん、すごいですね。だから連続2段階ですよ。精子からドドーン、100年人間、100年人間からドドーン、ね、死なない、死なない、死なない、そうなんですよ、死なない。とんでも風消風滅のね、心の人間になっていく。ホモジオスね、それだけじゃなくて、だけじゃなくて、死なない人間がこの死ねる人間の超楽しんじゃう。おお、遊び系ができる。ワクワク。なるほど。いつもスッキリ。今ここ最高。最高。そう、それはね、ホモジェウスのね、ホモサピエンスをホモジェウスの新自由に変えてしまう。これが認識技術。うお。それがね、デジタル認識技術。すごい技術ですね。はい、そうですそうです。